どうも、あいちです。皆さん勉強してる時にできる限り効率よくやりたいなって思う瞬間ありません？まあ自分社会人ですけど、社会人でもやっぱ思う方多いと思うんですよ。仕事とかね、できる限り効率よくやって、時間を短縮して空いた時間で、まあ、ゲームしたりとかさ、まあ、趣味の時間に当てたいなって思う方いると思うんですよ。で、今回はその効率よくっていうところをゲットするにはどうやったらいいのかっていう話をしていきます。結論から言うと、めっちゃ努力してごらんっていう話。まあこれでもエンディング流してさ、で終わりそうな内容になりそうだけど、まあ、結論から言うとそこなんですよ。ただその理由があって、無駄な努力をするぐらいにバカになんなきゃダメだよって思ってるの。じゃあ自分、効率良さを手に入れるには一瞬やっぱりバカになんなきゃいけないなってすごく思ってるのね。バカじゃない、そんなやんのって言われるぐらいにやってもいいんじゃないかなって思ってます。どういうことかっていうと、過剰な努力、それやりすぎじゃね。例えば英単語の暗記とかさ、ちょっとみんな、じゃあ英単語の暗記どうやってやるかなって考えてください。おそらくいろんな答えがあるよね。これ絶対一通りじゃないじゃん。いろんな3回書くって決めてる人もいれば、その単語によって回数変えますとかいろいろあると思うんだけど、例えばさ、じゃあある人がもう毎回50個書いてます英単語って言ってて、それで覚えてますって言われたら、書きすぎじゃね、無駄じゃねそれって思わん？きっと50回だよ。いや俺思うもん、それはやりすぎじゃないかっていう。でももし本気で英単語を効率よく覚えたいなって思ったら、それを本気でやるのって実は大事なのね。なぜかっていうと、努力しすぎた時って、それを努力しすぎたことをやることによって、どれが無駄なのかが分かるの。効率の良さっていうのは、人と答えがベストがないんだよ。これをやることで絶対誰もが効率よくやりますって、まあその根底の部分はあるよ。根底の部分はあるけど、テレビを見ながら勉強をしないとかね、それは根底はあるけど、その細かい部分っていうのは人によって違うわけ。微調整が入ってくるから。だから自分にとっての効率の良さを見つけたいんだったら、その過剰な努力をやらないと、どこまで削ったら自分にはベストなのかなって見つかんないわけ。だから今みんなが勉強してる中でもっと効率よくしたいなって思うと思うんだよね。だったら自分の今勉強してるところで無駄な部分ってないのかなって考えるといい。もしくはそれがないんだったら、もうちょっと今やってる量を増やすといい。数学を勉強してます、ワークを繰り返しやってますと、で、まあ、2回やりましたって、ああでもなかなか伸びないんだよな、なんかもっと効率よくならないんかなって思ったら、3回やってごらん、4回やってごらん、もっと増やすんだって。増やしていく中で、いや4回はいらなかったなって、3回だったなってなれば、3回がベストなんだよきっと。やっぱりすごいざっくりだよ、ざっくりな説明で申し訳ないんだけど、もし効率のいい方法を本当に見つけたいんだったら、ちょっと増やす、まあ、ちょっとじゃないな、まあ、みんなによるけど、その人によるけど、あこれやりすぎかなってぐらいに、無駄かなって思うぐらい努力してごらん。なぜこの時期に、しかもこの時期にね、今動画で撮った理由があって、9月じゃないですか。受験、まあ、センター試験の方ね、高校受験じゃない、大学受験の方もいれば、まあ、高校受験の方もいると思うんだけど、まあ、1月からがほとんど勝負じゃん、栄養とかじゃなければ。で1月からまあ中高生勝負になってくると。で大体の方、多くの方が安定した伸びを、成績がね、安定して伸びるまでに3ヶ月かかります、3ヶ月って思ってる自分は。模試でさ、毎月受けてると一喜一憂するじゃん、なんかいきなり伸びたりする子いるでしょ。でもきっとね、どっから落ちるから、安定して伸びないんだよ。それは出てくる単元によるんだもん。それは運も関わるからね。でも3ヶ月間本当に努力してったら、大体の模試で安定して伸びてくるから、努力した人はね。そうだから、もし今これからね、受験生で受験控えてる方、もしくは高1とか高2とか中1中2の方で見てくれてる方もそうなんだけど、覚えておいて、本気で努力すれば3ヶ月すれば変わるからね。で今から10、11、12、あと3ヶ月あるよ、1月まで。だからこの瞬間でその効率良さをまあ求めろってわけじゃないんだけど、自分の勉強法を改めるタイミングだと思ってる。この瞬間、この瞬間とか、このタイミングでね。で今日金曜に投稿してて、明日から3連休なわけよ。だからこの3連休でちょっといつもより、うわこれやりすぎじゃね、俺頑張りすぎじゃないみたいな、私こんなにやっちゃってるよって思うぐらいにやったらいい、勉強をって思ってます。でやりすぎると反動がきます。きっと火曜日にね、なんかね、疲れるよ、疲れるっていうか、やる気なくなる、きっと。あなんか反動でもうなんかやりたくないみたいな、でなるんだよ。でなってへこむかもしれないけど、それはいいよ、もう俺が許す、うん、だってやっぱり頑張りすぎるとその分の反動は来ちゃうんだよね。だから本当はマラソンだから、受験は同じペースでいい感じで走るといいんだけど、いい感じのペースがまだつかめてないんだったら、一回走んなきゃ、ダッシュしてペース崩してもいいから、でその止まっちゃってもいいから、で1日火曜だけはもう休息の日って決めて構わない、それは
決めて構わないから。だからひとまずこの3連休ちょっとやってごらん、やってみて自分にとって何か、まあ何の科目か分かんないけど、どのぐらいの量をやったらいいのか。最初から楽なピンポイントを探すんじゃないんだって。やりすぎちゃって、そっからあこれいらねえこれいらねえって削ってって微調整を繰り返しながら自分にとってのピンポイントを見つけていく。それが効率の良さだから。過剰にめちゃくちゃ努力した人の特権なんだよ、効率の良さっていうのはね。だからそれを見つけられるようにぜひね、まあこの3連休って言って金曜日見てる方が多いわけじゃないんだけどさ、まあ、ぜひ努力をしてもらって自分にとってのベストポイント、ベストのねこのラインっていうところを見つけて、まあ、受験まだちょっとね期間はあるけども、春に、多くの方が受験志望校を受かって笑っていられることを願ってますので、ぜひね頑張ってください。